海女さんが作った車を一回ぐらい取材させてもらったんですけど、ええ、その車をどんなところで作ってるのかなっていうのが気になって取材しました。これはね、D1 か。 D1 か。はい、まさに今から作る車、ね、そうですね。ちょっと中途半端なんだけど、はい、まあこれは3ロードですね。ちなみにどこか今走り込むとボディ補強とかの変えたりした部分どこかあるんですか。いや、一応ロールパッド、そういうのはね、ほら一応レギュレーションありますからね。レギュレーション通りに作ってますよ。なんかこの辺を作り方変えたよという部分があれば教えてください。ないんですよね、それがまた。ちなみに、いつこれ走る予定なんですかね。本当は今年走る予定だったけど、来年はまあね、ちょっとね、走らせるか、まあイベントかなんかそういうところにちょっと使いたいですね。次はこの隣の、まさに今作業真っ只中の車。これはね、おととし大騒ぎ出た車なんですけど、外観とエンジンルームがちょっと色が違うもんで、ちょっとお客さんがやっぱり 外装と同じのしてくれと。これは時間かかってるフェラーリですよね。あそこも一応形になってましたよね、前。そう。また壊したんですか。そう、エンジンどこ来たのかね。映画出たオートサロンは2020年。結局なくなったからね。ああ、そうか、うん。結構写真載ったから、あれで結構お客さんも納得いったんで。で、天野さん、ここにもう一台あると思うんですけど、車。これはこれはね、一応来年オートサロンに向けて作ってるんですけどね、タイムアタック NS リローター。イーリ君のタイム破りたいけどね、ちょっとイーリ君のも素晴らしいからね、ちょっと厳しいかなと。簡単に今のイメージでどんな仕様になるのか教えてもらっていいですか。エンジンはね、SGT の最後の余ったエンジンなんですけど、ペレラルポートで NA で450、まあ450倍くらいですね。ミッションはね、ヒューランドのドックミッション。神経じゃないです、ロックミッションです。6速の、あ、H パターンの、そうそう。サスペンション、サスペンションはね、普通のノーマルでかなり軽量はしてます。一応スクートのスクースポーツのショックになるかなと思う。で、採用は050ですか。そうですね。後ろ見てください、後ろすごいでしょ。減らしてバックに行ってますよ。セナさん、これ何キロ目指してるんですか。うちの若い人が変なこと言ってるんだけど、いやー1トンは無理だと思うよ。もともと FD って何キロあるんですかって。1200、うん、そうですね、1250ね。250キロぐらい軽くしたい。いや、それもエンジン出力ですからね。ああ、そうか、なるほど。誰を乗せてイーリーさんの記録を抜こうと思ってんですか。いや、イーリー君の記録ちょっとや厳しいわね。やっぱりあれですよ、草の池ですよ。草の池、ええ。エアロは、エアロはね、 D1 カーと同じエアロだけど、ここに穴が開いてるんだけど、はい、ここにオイルクーラーがこうフラットにつきますから、ここはいらないですね。埋めました。さんまさんは普段どういう作業をしてるんですか、ここで。このボディを切ったり、この補強を入れたり、やってますね。下積みの仕事やってます。コツコツと。この辺の工作機械はどういうパーツを使うところを作ってるんですか、ここで。これエンジンの、その、エンジンマウントの、セットが作ってますね。これ、あとインターグラの溶接とか。